一番補聴調作品26は、アレクサンドル・スクリャービンが1900年に完成させた、還元楽曲である。二人の独唱者と、混成合唱が修学賞に導入された、合唱公共曲であり、6つの学賞による、野心的な力作である。彼の他の皇族の公共曲の、の歌という表題になぞらえて、芸術的な歌と評されることもある。 この芸術史上主義の作品は、スクリアービンの新知学への早くからの系統を示す、実例として重要である。1898年の秋より、モスクワ音楽院ピアノ教授に就任したスクリアービンは、1899年の夏から1900年の4月にかけて、モスクワで、公共曲第1番を作曲した。しかし、これが、 最初の還元楽曲というわけではなく、1896年に作品番号なしの公共的アレグロを、ついで1896年から1897年にかけてピアノ競争曲 A へ単調作品20を、それから1898年に商品の夢作品24を作曲している。フルート3、オーボエ2、クラリネット3、ファゴット2、ホルン4、 トランペット3、トロンボーン3、チューバ1、ティンパニー、グロッケンシュピール、弦楽5部。さらに修学賞には、メゾソプラノ読賞とテノール読賞、根性合唱とハープを追加。約50分6学賞構成は、古典的な4学賞の公共曲から派生したのかも、しれないが、冒頭学賞の緩やかな導入部だけでなく、最終学賞の集結部分もまた、 独立した学章として切り離すことができる。いくつかの学章で、主題同士が互いに関連付けられている。例えば修学章の導入部は、開始学章の結末に結びついている。1900年11月11日に、ペテルブルクにおいて、アナトーリー・ヤードフの指揮によって初演されたが、この時は、現行の修学章を含まない形での上演だった。 最初の全曲演奏は、1901年5月16日に、モスクワで、ワシーリー・サフォーノフの式で行われた。ロシアの音楽評論家の反応は、圧倒的に否定的か、さもなくば無関心であった。とりわけ、時折プロパガンダめいた弦楽的なものと感じられる、合唱フィナーレがきっかけで、初演後に、かなりの指揮者が、第六楽章を割愛しようとした。 スクリャービン作品の出版人にして被護者だったミトロファンベリアエフは当然公共局第一番も発行してはいるのだが大規模で贅沢な作品に対するスクリャービンの野望がほとんど何ももたらしはしなかったのだから次回作の公共局を合唱で始まるようにしようとすることは差し当たって思いとどまるようにとスクリャービンに警告したアーサー・ーグルフィールドイコールハルは 全曲初演から15年後に、公共曲第1番は、非常に美しい傑作であると評している。アスペンナンバーに、アイテムに、スクリアビンアゲーンア,ンドアゲン、ハットアラン・カシャール、1996、スクリアビン、シンフォニーナンバーワン、アップック7300億9945万8023、ベルナール・ジェイコブソン、1991、スクリアビン、 シンフォニーズ1、2&3、エトセトラ、アップック7243億5677万2021。ありがとうございます。